深いんですけども、こちらのシルバーのテーブルが冷たくなってますので、ここで転がってると、こんな感じで棒状に固まっていきます。こちらを今からカットしていきます。いい音するよ。切る音すごいよ。はい、それでは今からカットしていきます。はい、ご注目ください。はい、行きます。なんかいい音が、はい、キャンディー完成になります。はい、お待たせいたしました。それでは順番にお配りして、下の次のテーブルが冷たいテーブルになってます。下が冷たいのでこうやって手に垂らしてあげますと、こんな風にすぐ固まってくれます。Thank you.
揚げていきます。Thank you.
たちから、柿原さんのお顔が完成しますので、そしたら今度はこの黒いキャンディー使って輪郭線ですね、顔の周りの黒い線をつけていきます。こちらでカピバラさんのお顔が映ってます。わあ、かわいい。今からお顔の周りにこの白いキャンディーをぐるって巻いていきます。やったを使って中に入ってる空気を抜いていってます。空気が入ったまま固まってしまうとカットしていくときに割れてしまうのでしっかり抜いていきます。持ち上げて、飴の重さだけでどんどん伸ばしていきます。知ってる。だいたいこちらで重さが6キロぐらいあります。わー、なあちゃん持てないな。重さを使って伸ばしていきます。わー、すごい。音がすごい。すげえ。
かわいい。ちょっとまだ端っこなので顔がかわいい。あとはひたすら伸ばしていきます。ラプンツェルの横に横に行きたい。すごいな。足も感じる。うわぁ、長い。もうあとですね、2、3分もしましたらキャンディー固まってきますので、そうしましたら出来たての温かいご試食お配りしていきます。もう少々お付き合いください。もう少々お付き合いください。いい音。こんな感じで棒状に固まっていきます。こちらを今からカットしていきます。いい音するよ。できる音すごいよ。はい、それでは今からカットしていきます。ご注目ください。はい、行きます。お兄さん、すごい。カフェー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 。カフェ